リーガメヒカーナでフットボールアマテウルアソシアシオンは、かつてメキシコシティ周辺のクラブが参加して開催されていたアマチュアサッカーリーグ。一般的にはプリメーラ・フエルザとして知られている。1902年に5クラブによって設立され、1943年に全国選手権が開始されて、プロリーグ化されるまで続いた。1903年のブリティッシュクラブ1943年まで。 メキシコには全国選手権やプロリーグが存在せず、各地域ごとにアマチュアリーグを開催していた。プリメーラー・フエルサはこれらのアマチュアリーグの一つであり、メキシコシティ周辺のクラブが参加した地域リーグである。他地域には、リーがベラクルサーナ、リーがオクシデンタル、リーがデル・バヒオなどがあった。1902年、オリサバ、AC ・エシパチューカ、AC ・エシレデフォルマ、AC ・エシメキシコクリケット・クラブ。 ブリティッシュクラブの5クラブによってプリメーラ・フエルサが設立され、オリサバ AC が初代王者となった。全期間を通じて37クラブが参加し、1943年にメキシコサッカーリーグがプロ化されるまで続いた。最多優勝クラブは14回優勝のレアルクルブ、エスパーニャであり、6回優勝のレフォルマ AC、4回優勝のクルブネカクサとクラブアメリカが続いた。 1943年にプロリーグ化と全国選手権芸が行われ、リーガマジョールが初開催された。プリメーラディビションは10クラブでスタートし、プリメーラフエルサからは、クラブアメリカ、アストリアス FC、アトランテ FC、レアルクルブエスパーニャ、CD、マルテの6クラブが創設時のメンバーに名を連ねた。この他には、リーガオクシデンタルから、 チーバスグアダラハラと CEF アトラスの2クラブが、リーガベラクルサーナからアルビネグロスでオリサバと、ベラクルスエシーとモクテスまでオリサバの3クラブが、プリメイラディビシオン創設メンバーに名を連ねている。ありがとうございます。